んかね、着せ替え人形みたいにね、中江さんにされるんですけど、これなんかなんて言ってリクエストしたんでしたっけね、これ忘れてんのあんたちょっと陸上挟まっちゃったね、ちょっと今日のゲストの方は今日はね、はい、もうまあ、僕は大好きな男ですけども、あの岡いう男知ってるんですよ、俺の中学時代からのファンなんですよ、岡いうのは、はい、ね、それの連れなんですよどういう意味早速登場していただきたいと思います。今日のゲストは橋本淳さんです。どうぞお入りください。とうとう来たな。もう岡君っていう子があの鶴瓶ちゃんって昔は若かったから言ってたんですけど、大学ぐらいになってもう鶴瓶師匠、鶴瓶先生呼ぶの。僕も今先生今先生って入ってきました。なんで先生やろお前ら言って、こいつちょいちょい鶴瓶さん、あのあれですけど、なんかあの腰のなんかどっか知りませんかとかイエローページみたいなんてこのお二人の格好にぴったりのセットをご用意いたしました。お二人で演じていただきます即興ドラマの設定はパチンコ店の裏口です。どうぞご覧ください。ちょうど地方越しにあるようなパチンコ店の裏口。これがパチンコの裏口、ね、はい、どうぞ。奥が多分路地なんですよ。どうぞ入ってってみていただいて、どうですか雰囲気ですよね。ここが多分景品交換所、はいはい、あとあの持ち道具もあちらにご用意できます。ご覧ください。まあ非常 なぜかねいつもちょっと不思議な小道具マイペース。いい感じですか。これぐらいのうん、あのスタートの希望は淳さんありますか。自分が入ってきたいとか。僕はあのどっちでもいいです。じゃあ誰かに決めてもらいましょうか。あ、それじゃ あのなんか学生さんね。じゃあどうしましょうか。設定鶴瓶さんは奥から、僕から出てくる、はい、で橋本さんはじゃあこの自転車のさ後ろのところに腰掛けてください。お、具体的具体的やられんすやん、奥からはい、それではそろそろ参りましょう。カウントダウンお願いします。即興ドラマ収録10秒前9、8、7、6、5秒前4、3。うー、120回。はい、わかりました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 。いや、いてますか、いてますか。あれじゃあ、30分後には帰ってくるから、いといて持ってください。え、しげちゃん、しげちゃん置いてるのかな。はい、しげやけど。あ、しげちゃんって閉まってますよ。ここの大将のしげはもう帰ったけど。ああ、そう、な、な、なんか預かってあるもん、なんか。わしはこの辺の鍵みんな閉めろ言われてます。この辺の鍵閉める人、はい、あ、そうでんの、はい、今ちょっともうここも閉めよう思ったんですけど。いや、パチがもう閉まってるけどね。ま、ご飯食べに行けはった。いや、じゃあね、しげちゃんとこちょっと用事があってね、あれけど、しげの親父はもうこれ電気ついてあるけど、これもうこんな時間がもう閉まってんの、11時半。用事のためにずっと電気つけてるんよ。ああ、このあの景品所もね、これも全部用事のために。ああ、なるほど。そうそうそう、そりゃそうやな、11時半にこんな、夜の11時半にこんなもんな、こんなとこ電気つけてるっていうのはやっぱそういうとこなんやな。そういう試合に何の用。いやいや、ここめったに人来えへんねんけど。あ、しげには直接用はない。
ほな何？ここの店に用がある人？いやいや、しげに用はないねんけど、2回ポンポンポンと叩いて、しげ、うん、ちゃん言うてくれ言うてね、うん、あの知り合いに言われてんねん。でそういうあの願かけてんねん。ポンポンポン、しげちゃんって言うて。あんたもさっきなんかここで大きな声出したあったな。もう俺は足が第二の心臓やから、ずっとここで自転車こいでまんねん。ああ、これでなんていうか、これあの自分の体を鍛えるためにやってありまんの。まあそのうちこれ乗って帰るんですけどね。あ、ほんなら帰ってよろしい。そうやけど、この辺に人が来たら危ない。帰られへん。どこの人？怖い身なりしてるけど、ほんまはしげちゃんにようないんでしょ。ここで座ってんのは自由でっしゃろ。自由やけど、ね、おたくの歌歌いたい人。え、ここに来る人って大体私がここにおること知っとるから、私と一緒に歌を歌いたいという人が多いんです。そういう人やない？ちょっと待とうな、ね、はい、私と一緒に歌を歌いたい人。はい、私いつもここで自転車漕ぎながら歌を歌いまんねん。ほんならそれ何人かここへ歌を歌いに来はる人がいてまんねん。弟子を受けおります。たまたましげちゃんのところに来た人らかて、わしも20人ぐらい弟子入りしました。もうだ、正直言います、はい、そうでんねん。わし厳しいですけど、一回の遅刻でも破門ですよ。あなた時間は大丈夫？歌は教えて歌うことになる。あ、これ汚れるから立って話そうか。吉田さんから聞いてるんですけど、まさかあのこんな感じの人やと思ってなかった。で、いや私ね、ほんまにこれ音痴なんですわ。でね、めちゃめちゃ音痴なんですわ、はい、であの今度ね、月齢なんかでもずっとあるんですけどね、はい、この親分にお前今度親分？いやだから ここで、あ、そうですか、あ、吉田さんから聞いてますね、吉田さんから。あの、なちょっと教えとくなれ。ものすごい音痴だよ。吉田さんの お知り合い。いや、そうそうそう。どういうお知り合い？すいません。いやお知り合い。いや、もう逆にすいません、僕は教えてください。いや吉田さんの歌やったら僕も勉強したいです。いや、だから吉田さんの知り合いで、私は音痴で、うちの親。うちの、まあ、社長がね、それ3回か4回でうまくなるんですか、はい、なります、なります。ほんなら何教えてくれます、はい、どういう歌がやるの、はい、どういう歌が。ここにおったら、パチンコの玉が床に落ちる音がよく聞こえてきます。ああ、チンチンジャラジャラっていう音もチンチンジャラジャラよく聞こえてきます。はいはいはい、はい、パチンコの玉が1個落ちるたびに人生の悲哀みたいなものがこう私とかには感じる、ど感じられますか。いや、それは感じたことないですけどね。やっぱりないですよね、そういうことはないですよね、そんなちっぽけなこと。それは必ずそのうちの会なんか月でみんな集まってやんちゃな連中ばっかりいてるけど、ダーッと受けるんですか。優しい気持ちで聞いていただけたら。あ、分かりました。受けるかもしれません。あ、分かりました。あのうちね、すいません、吉田さんとどういう知り合いですか。あんた吉田さん吉田さん言って、あんたものすごい吉田さんのこと。いや、もうこの界隈であの吉田さんがみんな知ってあるから、私もめっちゃくちゃ知ってますから。いや、二人と話やろ、ダブル吉田って言われてて。え、ダブル吉田言われてて二人とあるでしょ。どっちの吉田さん。いや、僕が知ってるのはあのいつも人があの端の方を歩くときに真ん中を歩く吉田さんですけどね。その吉田さんじゃん。それは吉田純さんでしょ。はい、私が言ったらサトシさん。え、左官屋のサトシ。そうそうそう、左官屋のサトシですか。あいつまだ仕事続い、あんた左官屋のサトシの何、サトシさんから、サトシさん言って、いつもサトシサトシ、サトシさんがここに来たら歌を教えてくれる人がおる言うてね。サトシ私の弟子やったら私歌教えますね。もうびっくりするわ。もうもうそうですか。いや、もう気も冷えた。もう あの吉田の分際であのそうだった。もう誰か、いや誰か、今でも
純ちゃんはほんまにね怖そうな人やけども、はい、ほんま心は優しいんだけど、あんた純ちゃんに何かされたことあんの？いやいや、もうめっちゃされました。はい、僕はあの、はい、全部あの人に教えられました。まずあの町内のことから鍵、ああ純ちゃんのこと言うたから顔色変わったんや。はい、そしたらそれやったらもう遠慮なく、ほんならサトシさんから頼まれたから、はい、歌歌いますか。パチンコの悲哀の歌。そらサトシ君の言うてることやったら僕はもう絶対裏切れないですよ。ちょっとお願いします。わかりました。じゃあちょっとパチンコの悲哀の歌。パチンコの悲哀です。うちのね会長ね、はい、パチンコ好きやからね、それはまあ絶対に受けるかもわかりません。パチンコの悲哀の歌受けます。そしたらまずその前にいろいろと二人でやりましょう。何やります。まず自転車に乗ります。いやちょっと自転車関係ある。いやいや、あのここは第二の心臓を鍛えたら体が温まる。温まったら元気が良くなる。あのここの宴会にはものすごい人がいて、ずっと座って黒ずくめの人たちが80人ぐらい座ってるところで私がやりますからね。黒ずくめの人たちが、黒ずくめ、あ、黒ずくめの人たちがいてて、ちょっとでも下手打ったらおかしなことになるから、はい、なまあまあ、ちょっとおちゃんこれで、これも出てな、もう出て、ほんだお願いします。どんなこと歌うね。ちょっと待ってくださいね。すいません、こっちも命かかっとんねん。はい、じゃあちょっと僕についてきてもらえますか。この自転車押して。あ、先生も寝てもらえるんですか。ありがとうございます。もう全部さらけ出しますから、その代わり絶対会長に受ける歌を教えますからね。はい、行きますよ。まずこのしげちゃんの店の奥まで行きます。え、全速力で行きますよ。体鍛えますからね。行きますよ、よーい、ドン。これが何になんねん。まだやりますよ。あと2周やります。いいですか。あと2周やりますよ。体が温まりましたか。そろそろ温まってきました。そんなん僕責任重大じゃないですか。大丈夫ですか。どっか行ってですか。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫ですか。はい、そしたらじゃあこれからパチンコの悲哀の歌。パチンコの悲哀の歌絶対受けるやつやな。絶対受けるやつ。会長も80人のその黒ずくめのおっさんたちも、はい、転げて笑うやつな。もう意識を失うと思いますね。よろしく、はい、はい、お願いします。はい、じゃあ、一フレーズずつ交代で歌っていくというあのことでどうですか。もうあの先が見えないんですけど大丈夫ですか。先のことなんて考えてたら生きていけないんですよ。あ、そう、あ、そうですか。でも先考えてやります。いやいやいや、先は全然大丈夫です。お宅はそうして自信持って言うたんやったら、はい、私もその先考えずにずっとお宅についていきますけどね。僕は札束、すみません、あのなんか分厚いやつをいただいたからには、はい、責任持ちます。わかりました、はい、僕にとってのアベノミクスがあそこに、はい、いや、いきますよ。お願いします。そうしましたら、まず横揺れからいきますね。先が見えてるんでしょうね。何のですか。いや、何のって今のこの、 あのお宅が稽古しようとするその先がね、うん、C だけでも教えていただけますか。わかりました。上から下、何、ま、一小節ぐらいでも C だけでも教えてくれないと先見えませんからね。はい、はい、なん、どんな C なんですか。はい、あまたの、あまたの、はい、あまたの、あまたの、あまたのから行くんですね。あまたのから行きます。はい、はい、それじゃあ、あまたの靴底鈍く光る、さらに光る、さらに光る。ちょっとあのそれじゃあ音程合わせてやっていただけますか。あのもう一つ、さらに光る、これ簡単で銀の玉。あまたの靴底、あまたの靴底、さらに光る、
銀の玉。なんか分かるような気がします、ね、はい、じゃあいきますね。で、あとさっき見えてはるんですよね。わかりました。はい、 OK です。これ今半分やったんですよ。改めまして本日のゲストは橋本淳さんです。ありがとうございました。どうも、どうも。まああれはね、ああいうところで止めていただいた方が私もいいと思うんですけども、あのまあなんていうか、後にの歌は決まってなかったでしょ。はい、あまたっていうの出た時にもうあかんって思った。そんなもんマンガやな。ほんと。うわ、120回。あの変なことを考えないとように自分でもずっと回してんのやろこれ。あ、それもありますね。あ、はい、なんか150回とか言ってますよね、うん、あれ何ですか回数。え、いや、それはさっき言ったように、もう鍛えたはんねやろ。歌を歌うためにあのもうこの時に歌って決めてた。はい、この時に歌を歌うための、はい、あのなんかね、さっきこの適当に決めずに帽子をかぶってみたらなんか歌を歌う人みたいやなっていう気がしてきたんで、あ、それは決めようと思ったんですね。あ、そう、何預かってあるの、なんか、わしこの辺の鍵みんな閉めろ言われてます。この辺の鍵閉める人、はい、スタッフ、これおもろかった、これめっちゃおもろかった。この辺の鍵閉める人ってなんぼ持てんねん。管理人ですね。管理人やけど、こんな怪しい人に鍵預けるか。地域管理人です。この辺の鍵閉める人、こんなん行さん大阪におるよ。この時はどういう感じで、誰この人っていう、あの師匠が何か言うてきはる言葉を額面通り受けようって思い続けてやる。なるほど、どうぞ、はい、いやいや、しげに用はないねんけど、2回ポンポンポンと叩いて、うん、しげちゃん言うてくれ言うてね、うん、あの知り合いに言われてんねん。でそういうあの願かけてんねん、ポンポンポンしげちゃんって言う。ちょっと待ってください、これ、はい、僕止めていいですか。これはね、僕よう分からない。何の願かけせんですか。俺はね、はい、役の売人やねん。あ、でね、合図でトントンと来たら誰かが寄ってくるということを自分の中でやってんねんけどね。僕はアンテナがないですね。ここで座ってんのは自由でっしゃろ。自由やけど、ね、おたくも歌を歌いたい人。え、ここに来る人って大体私がここにおること知ってるから、私と一緒に歌を歌いたいいう人が多いんです。ストップ、ノロかどうか迷ってんの。これ乗ってみてもいいのかなっていうね。橋本に乗るのかなこれ。これ面白い。だからさっき言うてたやろ俺も、お前それちゃんと最後までこれいけんのかいうのね、何でも乗るわと言って乗ろうと思って乗ったやけどね。その躊躇が学んだ。橋本淳やから乗ってもいいんじゃないかなと思うんだけど、ほんまは考えてない男やねん大体ね。だから乗ってね、泥船やったら嫌やんか。泥船には絶対乗りたくない思ったから、どっちかな思ったけど、まあええわと思って。どうぞ。どういうかもしれない。すいません。いや教えよ。いやもう逆にすいません、僕は教えてください。いや吉田さんの、これおかしいやん。こんなことされたら俺も完全に泥船や思ったもん。これあかんと。これちょっと沈没してきた。だんだん先乗ったのに指導してくれないと。指導してくださいって俺歌なんか全く知らんねん。お前そこ行かなあかんちゃうのこれ。え、普通はそうですよ。パ
チンコの玉が1個落ちるたびに人生の悲哀みたいなものがこう私とかには感じる感じありますか？いや、そんな感じたことないですけどね。やっぱりないですよね。そういうことはないですよね。そんな違う僕らのこの時点でちょっと不安になってきた大概不安ですよねなんかありものの歌をね、うん、すんなり教えてくれるのかなって思って、うん、そうそうそう、一から作るのかと、まあ、このね、いや面白いですよ。いやいや、これはまあほんまに学生さんも来てはるからあれやけど、この勇気はすっごい必要やねん。あの見えないところに入って一歩ずつ踏み込んでいって、最後はどないかしようかっていうね、この気は絶対必要やねん。だから絶対に受けへんやろなと思っても行けっていうあんねん。そうなんですそしたらまずその前にいろいろと2人でやりましょう。何やります？まず自転車乗りますいや、ちょっと自転車関係ある。いやいや、あのここは第二の心臓を鍛えたら体が温まる。温まったら元気が良くなる。すいません、誰に言われたの第二の心臓温めたらってないの？なんか試して合点でそんなこと言うてたら試して合点、俺に試すなよどうぞ。このしげちゃんの店の奥まで行きます。え、全速力で行きますよ。ちょっと体鍛えますからね。行きますよ、よーい、ドン。これは何なんねん。あっ大丈夫でした。いった何の落ちてんやん。まあかろうじてなんか看板に引っかかったなっていうところがね。大丈夫ですか？はい、そしたらじゃあこれからパチンコの部屋なんだ。パチンコの部屋なんだ。絶対受けるやつやんか。絶対受けるやつやってやって。泥船が岸に到着しました。あまたの靴底、あまたの靴底、さらに光る。忘れてますよね。銀の玉。ほとんどほとんど。あと多いや。全部忘れました。あの愛が必要じゃないですか。まあまあ愛が必要や、ええ、人生は愛です。愛とやっぱりそのポイントを押さえていく先読みというものはこういうことに関しては必要じゃないですか。はいはい。でもね、今日は僕先読みを全部捨ててきたんです。言うときますが、先生先生なんて思ってませんやね。別に俺も先生じゃないんですからねでも愛一つできたっていうのはすごい。まあまあでも純さんらしいっていうか。そうですね、まあ嬉しいですよね、ね、仲間が来るというのは ね、 ね、はい、タイトルは、タイトルもこれしか考えられませんでした、はいはい、先の見えない男。もうこれしかないでしょうね、先の見えない男ってことで、ね。